側です。大黒胃腸内科病院へはこちらでお降りください。駅はこちらです。 N05 番北12条駅に降りました。で、サバの風ですね。地下鉄の通路って通風口の役割もしてるのですごい風吹くんですけれども、それはちょっと置いといて、聞こえるかな、聞こえなかったら撮り直します。これが動画に上がってるってことは大丈夫だったと思ってください。それでですね、北12条もそうなんですけれども、北18、それから北12、そして、札幌駅、この3駅の区間はおおよそ北海道大学の構内にと並行しております。だからどこのこの3つの駅どこから降りても北海道大学に近く行けるというそういう形になっておりますね。ただ北海道大学も本当にすごく広い土地なので、じゃあ、どの学部とかどの建物に行きたい、どの施設に行きたいとかということがあれば、札幌駅、それから北12条、北18条どこかで降りるという形になりますけれども、今回行きたいのはその、北海道大学ではなくて、ちょっと別なところに行きたいと思います。じゃあちょっとそれはお楽しみにということで撮っておきますのでよろしくお願いします。北12条の出口を出たところにこんな看板がありました。北区歴史と文化の88選文学と学問の道とあります。ちょっと読んでみましょうか。何札幌市内で最も古い開拓の歴史を持つ北区、そこはいろいろありますということで、それだけですね。じゃあ何があるんでしょう、ちょっと見てみましょうか。で、これは1番の鉄製というのが鉄西というのかな、で江北という感じふうに読むと思いますね。幌北じゃなかったような気がします。江北、有島田京とか、それから旧札幌中学校発祥の日とか、拓木の木の、ごめんなさい、拓木の下宿跡とか、作風なのに偕楽園、聖火亭、いろいろありますね。作手、琴見川、北海道大学内ですね、これはね。でクラーク像、それから古川記念講堂、札幌農学高校生、いろいろあるんですけども、大体見ていくと、そうですね、ほとんどこれ、先ほども申し上げましたけれども、札幌駅の北側って、当時は本当に北大しかなかったので、ずっと見ていくとこれですね、北大、8番、佐藤章介像北大、それから9番も北大、で10番、11番、12番、13番、14番、15番、16、17、18、18、18、18、18、ずっといくと、ちょっとかすれてますけど、21番かな、21番ところまでが、もうずっと北海道大学の校内にはなります。でこちらは行きません。どこに行くかちょっとお楽しみですけど、ちょっと北から降りていってみましょうか。結構いろんなものがありますね。ほとんど北大です。でこちら旧富士高等女学校校舎跡って書いてあるんですけども、こちらあのキノルド記念館となりまして、確か初代の学長さんだか、修道女さんだかがキノルドさんという方 で、そちらの方を記念して作られて、なんか記念堂みたいな、そういうのはあるみたいです。前ちょっと一回行ったことがあるんです。今日は行かないんですけれども、その富士女子学校のそういう歴史を見ることができるという場所です。今はあの中高一貫校と、それから富士女子大短大があります。それから北大イチョウ並木、旧札幌中学校発祥の日などがあります。札幌マスジド、
これモスクです。まあ、看板も出ておりますね。札幌マスジド、まあ、札幌モスクとも言いますかね。ご存知の通りイスラム教の寺院です。で私がこうなんかこのモスクの前でベラベラ喋っても非常に迷惑なので、もう歩きながらお話ししていきたいと思いますけれども、あ、すいません。日本でイスラム教ってあまり馴染みがないですよね。まあ、記録としては結構昔から、まあ、いなくはないんですけれども、そんなに大きく、まあ、何か影響があるかそんなにあるわけでもないっていう感じなんですけれども、まあ、それと同じように北海道にじゃあモスクができたのいつかなというと、実はこの、まあ、札幌モスク、札幌マスジドと呼ばれるものができたのが今から10年前の2007年だそうです。なので本当10年前に初めてできて、もう一つ小樽の方にはモスクがありまして、小樽モスクがあるんですけど、こちらが2009年、でこれも8年前 でこんなに、まあ、歴史としては浅いです。じゃあ他の地方どうかなって見ますと、あの日本で最古のモスク、日本で一番古いモスクが、神戸にあるというふうに聞いております。まあ、こちらにはそれなりの施設があるみたいですけれども、あと京都とか愛知と か, なんか東京とかいろいろあるんですけど、沖縄にもあるかな、まあ、なんか結構今としてはいろいろあるんですけれども、やっぱあんまり日本ってイスラム教徒の方いらっしゃらないので、そんなにまあ大々的にあるかなというとそうでもないです。でやっぱり中には立派なモスクもあるみたいで、東京モスクなんかは1936年に作られて最初だったかな、だからいつも1936ばっかりですけど、でもまあそれぐらい昭和初期ぐらいに作られて、で最終的にはなんかそれが老朽化して取り壊されて、で今のが2010年ぐらいに作られたとは聞いてますけどね、なんかそういうところで、まあそこも結構大きいかなという感じですね。で主にじゃあ日本のモスクってどういう方が使うのかなと申しますと、東南アジア、インドネシア、それから大きいところで言うと、イランとか中東地域、あとトルコ、まあ、その辺の方がなんか日本に訪れた時にこのモスクを使われるということは聞いたことがあります。で、まあ、日本の方も、まあ、日本人でイスラム教徒って方ももちろんいらっしゃる、そういう方ももちろん使っているようですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、観光客というか、まあ、あと日本に滞在している方、海外からいらして、その方でイスラム教徒の方が使っているというのは、まあ、尋常だそうですね。ただ札幌にもこういったモスクがひっそりとですけれどもありまして、まあ、そういったものを一つ、見聞を広めるのも面白いかなと思います。ちなみにこれ前が何の建物だったかなと申しますと、ちょっと調べてみたんですけれども、写真見た限りって感じなんですけれども、松本さんだか松本印刷店だから、なんか印刷屋さんの建物をなんかそれを買い取って、それで、モスクにしたというふうにはなんか書いてありました。あの北海道、イスラミックソサイティ HIS って書いてあって、 HIS の方のホームページちょっと見ることができたんですけれども、そちらのホームページには、なんかその印刷屋さんの写真があって、ここ買ってこれモスクにしたんだというふうに、まあ、載せられていたので、まあ、それから10年、まあ、どれだけ広まったかなとはちょっとわからないですけれども、でも日本にいらっしゃるムスリムの方の信仰の場としては、で北海道にいらっしゃるムスリムの方としても、そういった信仰の場として広く使われているようです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ここはですね、実はセイコーマートのイートインなんですね。セブンイレブンとかローソンとかそういうのでイートインってことなんですけれども、セイコーマートのイートインって実は私初めて知りましたし、まあ、初めて今日使いました。まあ、北大の近くのここが、北
北13条かな、北13条の西3丁目になるんですけど、いやまさかの成功マートのイートインがあるとは知らず、まあ、結構面白いものを見つけました。さて北十二条駅の一番出口の実は裏側なんですけどね、裏側までやってきました。さてここにちょっとしたあの石碑があるんで見てみたいと思います。こちらです。ちょっと雪に埋もれてしまっているんですけれども、札幌尋常中学校、札幌中学校、札幌第一中学校発祥の地とあります。実はここ昔、札幌中学校という学校があったというそういう跡なんですけれども、ここにできたのが1895年だそうですそれで、名前を変えつつ、最終的には札幌第一高等学校だったかなぐらいまで行くんですけれども、1922年大正11年までここの土地に、そういった中学校があります。中学校なんていうふうに呼んでるんですけども、戦争前なんで、あの今は高等学校にあたる学校です。こちらにその当時の写真が残されています。当時の旧札幌中学校校舎、こういう学校がありました。じゃあ今はどうなってるかなと申しますと、その札幌第一高校、北海道庁立札幌第一高校という名前を変えていって、最終的には現在南18条の方に札幌南高校という名前で、まだ続いております。でこの札幌南高校、もしかしたらあのご存知の方多いかと思うんですけれども、北海道で一番レベルの高い高校です。まあだからそうですね、だいたい東京大学とか京都大学とか慶応早稲田とか、そういうとこは普通に行ってるようなそういう学校です。でさらにあのちょっと雪に埋もれて見えない、多分この辺だったはずなんですけれども、この辺に黒い石で作られたあの本の石碑があるっちゃあります。ただちょっと冬なのでちょっと雪に埋もれて見えないですけれども、そういうものはあります。旧札幌中学校です。さて、では北十二条の駅また戻ってまいりました。こちらの土日課切符、中盤に差し掛かりましたけれども、じゃあさらに南の方に下っていきたいと思います。